スケールは何のために練習するのか、普通のアドリブやフレーズ考えるときにどうやって使っているのか、コードの記号をどう読むのか、一体どんな音が含まれているのかという質問を結構いただくので、それについて解説します。早速、9小節間同じルートを持つコードの小さな曲を演奏します。共通のルートはこの曲のトーナルセンターです。ルートとトーナルセンターの違いは、ルートはコードの高音と言ったり主音と言ったりします。コードの一番低い音という意味では高音ですが、コードの一番大事な音という意味では主音になります。大事という意味の定義は、というとコードと一番関係がある音になります。倍音現象として音は低ければ低いほどコードの情報源を握っているので、結果的には一番低い音が一番そのコードと関係のある音だということになります。トーナルセンターはメロディーや曲の中で一番コードとの関係が深い音を意味します。この単曲ではコードが共通のルートを持つので、トーナルセンターとルートは同じになります。では聞いてみましょう。今度はテンポを落としてバッキングを入れてルートをタッピングします。簡単でしたね。難しい人も、私の右手をご覧になってフレット数をたどればルートが C だったことが見えたのではないでしょうか。つまりこの単曲は次のコードでできているのです。 Cmaj7, C6, Cm7, Cm6, C half diminished。 コードネームが分かったのでフレーズを分析していきましょう。この時点でフレーズを覚えてしまったのではないでしょうか。覚えてしまった方も、まだ覚えていない方も、私がコードに対してどんなスケールフラグメントを弾いているのか分析していただくためにコードを見せます。スケールフラグメントとは断片という意味ですから、スケールの一部ということです。どこのスケールのフラグメントをやっているのか聞き取ってみてくださいね。実はコードの4和音とその上のトライアドからスケールが派生します。究極的には元のコードのトライアドと記号からトライアドを作るとふさわしいスケールができるのです。フレーズを作るときは元のコードの知識が必要です。ベースはどのように様々なコードを押さえればよいのでしょうか。合計4つから3つの音を選びます。まずはルートが必要です。あとは2つの3度と7度もしくは6度です。これらはコードの喜怒哀楽を表すアンカーノートです。普段のベースラインに必要不可欠なフィフスは無駄な倍音の重複のため使いません。そもそもフィフスはコードクオリティを変えてくれません。コードクオリティを変えてくれるのはアンカーノートのマイナーかメジャー3度、そしてセブンスかメジャーセブンスか6なのです。 C major 7 C6 C minor 7C minor 6 C major 7 C6 C half diminished C major 7。それでは初めの2小節をどのように捉えているか徹底分析しましょう。ベースは音のレンジが2オクターブあるので2箇所の場所で同じフレーズが弾けます。それらはスケールフラグメントですから、どのスケールに基づくのかよく調べましょう。基づくスケールが何であれ、フィンガーリングはスピードを重視させているので、どのタイミングでシフトするか、あるいは弦を変えるか意識しましょう。はじめのメジャーセブンス、6コードには B、6リアンのフォームを使っているのです。音楽理論的には G から始まっているからミクソリディアンと言いたいところですが、頭の中ではこんな風に捉えています。
ミクソリディアンの場合も、G、A を弾いたら、あとはいつも通りのロクリアンのフォームで進めるといった感じです。実際のところ、G のミクソリディアンは、B ロクリアンの3度下から始まったものだと考えています。なのでこのフレーズは G、ミクソリディアンで始まった、B、ロクリアンなのです。今度は2つのマイナーコードです。ここで大事なのは6です。マイナーには複数の種類がありますが、6はメジャー6であることを示しています。なのでここで大事なターゲットノートは A です。2番目に重要なのは C マイナーセブンスのセブンスです。何もついていない7ですから、さっきのような B を B フラットに低めることが大切です。なので理論的には、今度のスケールは G のエオリアンですが、今度も指の都合上、A のロクリアンの形を取ります。後半はおなじみのメジャーセブンスとシックスです。そして最後は C ハーフディミニッシュで、そこからメジャーセブンに戻って終わりです。ハーフディミニッシュはマイナーセブンスフラットフィフスとも呼ばれています。ポイントは5も3も7もフラットされているところです。理論的には、このハーフディミニッシュセブンというコードクオリティは7番目のスケールディグリーなので、この場合は C ロクリアンということになります。なので、今回もやっぱりロクリアンの形を取ります。Thank you.